ほほーい。はい、どうもハビネストークのハビネスです。ウォーフレームのね、ソーディー攻略の様子、今回はね、こちらプリズマデュアルクレバースを使いながらやっていこうという回になっております。でね、この武器の紹介とともにですね、レベナントの2021年の、まあ、毎日ソーディー攻略するよっていうやつの進捗を進めていくという感じです。で、今回こちらのね、プリズマデュアルクレバースに関してはバロ吉がね持ってきた商品ですので、まあバロ吉のね商品ラインナップ動画っていうのも合わせて出しているんですけれども、まあそちらも気になる方はね見ていただければなと思うんですが、いつも通りね最近よくやっている戦法というか紹介内容なんですけれども、最初のステージはそんなにレアリティ高すぎない、モッド構成でやってます。で、今回のその第一ステージの敵のバフが敵アーマー増強なんですけど、まあ全然通用してますよねみたいな、まあそんな感じの、流れになっております。で、炎ダメージ入れて、で、クリバイ率が 7.5 のやつをね今回は持ってきて、攻撃速度も、範囲もね、攻撃範囲もまあこいつのデメリットをまあ補填しつつ攻撃速度手数で攻めちゃおうよみたいな、そんな感じですね。まあ手数多めにやりたいのは、状態上確率そんなに上げてないので、まあコンボ倍率とかクリ率系に重きを置いてるみたいな感じなんで手数が欲しいよねっていうところです。まあグラディエーターラッシュっていうのが入ってるので、コンボ倍率12倍を、キープしながら戦っていこうというそんな感じですね。まあ耐久ミッションとかの場合はね、敵が尽きることないのでほぼほぼ、まあそういった構成の方がおすすめかなという感じですね。まあ今回ももちろんね、動画の後半にビルド紹介、今回運用するビルド紹介もね紹介してますので、ぜひね最後まで見ていただければと思います。おえー。で、今回アビリティにはゼファーの、アビリティを持ってきてます。で、バロ吉商品のその持ってきたねハリカーレイスの動画もちょっと別途撮っているんですけれども、ハリカーレイスもそうですが、このねプリズマデュアルクレバースとかね、まあ耐久ミッションって言った方がいいのかな、まあこうしたね敵を一箇所に集めますよってなると、その生命維持システムっていうパーセンテージを上げやすくなるので、まあ結構ね敵がばらけてるとそれだけで撃破効率落ちるとかね、まあそんなのもあったりするので、まあナイダスとか、ゼファーないし、あとボーバンですか、まあそういったね、フレームはこういった敵を一箇所にかき集めるみたいな行動を持ってたりするので、まあ有効活用してみるのもいいんじゃないかなと思いますね。もちろん今回のレベナントはヘルミンス適用ですが、まあヘルミンスを適用しない場合はね、ゼファーのフレームそのものに変えるとか、まあそんな感じになりますね。で、今回は切断と炎で今攻めているんですけれども、この後またちょっと変わりますが、切断とね炎で攻めるのも、まあ、結構その感染体はね炎を結構効いたりするので、切断がね入っていれば、こいつらはねどん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 一回攻撃加えたらそのままスリップダメージで持っていけるよみたいな持続ダメージが続くので、まあそこはね結構有効活用して、攻撃してない間もダメージ与えられたらいいよねみたいな、そんな感じで攻撃してます今回はね。まあ一回ゼバーのねこうやって集められちゃえば、まあ切断とかあんま炎とか関係なく死んでるかなみたいな、そんな感じはあるんですけど、そういったもう楽をするプランで来てたりしますね。結構セットモッドの効果で、コンボ倍率ごとにねクリ率が今 20% 上がるってやつになってるんですけれども、まあそれのおかげでごく稀にオレンジクリが出たりするので、まああんまりレア度高すぎないっていうモッド構成で今回組んでますけれども、それでオレンジクリが若干ね、チラチラ見えるっていうのはまあありがたいことなのかなと思いますね。すごく優秀なバランス的な武器だったりするんでね、ぜひ、いろんな人に使ってほしいなっていう武器の一つですね。これはこの武器は本当実用的です。まあレベル50にねこんだけ通用してるってことは、結構ね惑星開拓なんかも全然余裕でいけちゃいますよねみたいな感じの武器なので、まあある程度ね惑星開拓とかもやってると、本当にレアリティ高すぎないモッドっていうことなので、まあ結構やってるとその手に入れられるモッドで組んでたりするので、あとはねモッド育成が、きちんと済んでいれば、まあこのぐらいの火力はね普通に出せるという感じなので、そう思うとあれなかなか優秀じゃねこいつみたいなね、そんな感じに映ると思います。あとはねやっぱりさっきも言ったけど敵を1箇所に集められるのがでかかったりするんですよね。結構そのコンボ倍率を12倍に保つってなると、敵がばらけてると、はい1体そこにいます、はい追っかけてみたいなことが増えてしまうので、1箇所に集めちゃえばね問題ないです。こんな感じでね、よしじゃあ出ますか。はい、とりあえず第1ステージはね耐久ミッションだったということでね、こんな感じで
で、次のステージからはまたちょっと凝った構成とかもね、やっていきますので、そちらも紹介していきます。さあ、属性攻撃耐性の機動防衛ミッションやってきました。で、今ちょっとわざとジャガーノートを呼んだんですけれども、うっほほーいっつって上からどん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 削っていくよみたいなね、そんな感じでちょっと今回戦っていきたいと思うんですけれども、ちょっとゼファーのアビリティを使いつつ、で今回ちょっと切断と、感染ってことなんですけれども、その感染隊には感染ダメージそんな効かないんですけれども、まああんまりもはやこの武器に関して、しかもこのレベル帯ではあんま関係ないかなっていうところなので、まあゴリゴリちょっと押していこうかなと思います。で、結構このゴリ押しが属性攻撃耐性の癖してなんかできちゃってるみたいな、そんな武器だって手数が多いので、その分のダメージのリソース取るその回数というか、あのなんつうの、秒間でのダメージの取り方がすごいんですよねこの武器だからちょっとジャガナト俺装甲持ってるんですけどみたいな、そんな感じで倒せてしまうみたいな、まあさっきの敵山増強だったらそれができるかどうかわかんないけど、まあとりあえずそんな感じをちょっと見せたかったんで、そうで、まあ若干硬いですが、で感染ダメージですが、まあでもその分切断も強いのでこの武器、あのあんまり関係ないよね的な感じになってます。やっぱ敵がねどんだけ強くても、いや強いっていうかその耐性持ってますだとか、まあ火力にはもちろん気をつけなきゃだけどね、こいつらあれ持ってるんで炎ダメージ持ってるってことなので、まあ防衛に関してはレベナントの1番使ってもいいし、今ゼファーのねアビリティ入れてるので、まあそこを有効活用しながら、さらにはね、こう1箇所にさっきと同じ耐久ミッションと同じように敵を1箇所に集めながらコンボ倍率一気に上げてみたいな、まあもうここまで来たらね、ほんとその集まったところに片手で丸ボタンを押して、あ PS4 版なんでね、丸ボタンを押してポーンつってねやるだけみたいな、まあ、簡単なお仕事みたいな、そう安い簡単な仕事で、高い時給がもらえるみたいな、そんな怪しい仕事みたいな、そんな感じです。でこれ今回感染ダメージでわざと来てるのは、他の勢力にも、通用するよみたいなね、まあ、そんな構成をあえて紹介したいなとも思ったので、でまあこういった感染隊なんか結構ゴリゴリ押しちゃうよねみたいな、そんな話をしたかったんで、まあわざとねこれで来てるって感じですが、もしねこの感染ダメージで来ないんだったら単純に炎に変えるとか、腐食ダメージに変えるとか、まあそんな感じでいいと思いますね。でさっきと違ってかなり攻撃スピードが速いです。でなんでかっていうと、バーサーカーフューリー入れてるので、結構この、プリズマデュアルクレバスっていうのは名前長えなこいつはね、あのバーサーカーフューリーとの相性いいなと俺は結構思ってたりするので、あのスピード系のモッドを刺さなくても早いんですよね、いくらか。まあ防衛ミッションと機動防衛をちょっと兼ね備えてくれたのはありがてえなって感じなんですよね、今回のこの機動防衛。そう楽だしまあなかなかね防衛フレームだとね、あのレベナンポとも、レベナンポも今防衛仕様だし、まあもともと防衛機能を持っているフレームなので、非常にこのミッションはね理にかなってるというか、すごく正確に合ってるので、すごくやりやすいんですけれども、まあこんな感じでね寄ってきた敵をかき集めて、そこにね、近接攻撃入れてコンボ倍率も上げてって、すごい合理的でしょ計算式公式はこの通りでございます、あとは答えを求めるだけみたいな、まあそんな感じになってるんですよ。なのでね、この武器がいかに優秀で汎用性が高く、いろんなフレームとの相性もいいよみたいな、まあそんな感じに映ってくれるとね、今日の俺の目的は全て達成したかなっていう感じがするので、そうなったら嬉しいなと思いますね。まあ中にはね、俺こんな使い方してるわみたいな人もいると思うので、まあそういった方もねぜひコメントいただけると嬉しいかなと思います。まあ唯一注意が必要となればね、やっぱりあの感染体はねエクシマスがエネルギー吸い取ってくるんで、それで防衛アビリティが使えないだとか、まあそういうことは注意したいかなって感じですね。はい、そんな感じで以上です。じゃあ機動防衛も終わりましたね。この構成もね後で、後半に紹介しますので、さあ今度はね救出ミッションでまた違った構成で来ているんですけれども、まあジャガーノートだ、またレベル100呼んじゃったんですけれどもまあこいつに関してもね、さっきとあんまり変わんないかなっていう、まあ実際レベナントのこれ使っちゃえばいいんですけど、まあその辺はね今ちょっと一瞬与えちゃいましたけれども、レベナントの1番でね仲間にしちゃえばダメージもまた通りやすくなる、こっち狙われないんで、でさらにコンボ倍率はまあそんなにちょっと今上げられてないですが、ゴリ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 押しながらね戦うっていうのもありなのかなっていう感じですね。まあ結構このゴリ押しが効いたりするので、非常にやっぱりね楽できるんですよね。で多分惑星界でのエンドコンテンツこれからもう触れますよみたいな人はね、仲裁ミッションとかでもこの武器結構使えたりすると思うので、まあそれはそれでおすすめかなと思います。うん、で結構ね今エクシマス要塞ってことでエクシマスバーって出てくるんですけれども、まあ結構ダメージ通ってたりね、で今回はコンディションオーバーロードを
ちょっと入れてる形なんですけれども、まあさらにそれでねコンボ倍率キープできたらクリ率も高い値で入りますよねみたいな、まあそんな構成になってるんですよね。まああんまり今回のそのステージに適しているってわけではないですが、まあそういった戦い方もあるという感じの今回はね紹介込みで、ってこれどこ暗くてわかんない、 OK。 OK 帰ろう帰ろかね検出せます。まあちょっとねこの武器持ってるとね戦いたくてね、それゆえに防衛大将が死ぬんじゃねえかとちょっと思っちゃうよね。そっちのけで、なんでお前助けに来といて助けといてなんでお前いるんみたいな、そんな感じになりそうなんで早く帰りましょう。まあジャガーノートねレベル100とか、まあこういったねエクスイマスたちにも結構有効なね戦い方ができるという感じなのはね、結構この映像からも、なんかメッセージ性が伝わってるかなと思いますので、お、いい武器じゃないですかみたいな風に思ったらね、ぜひまだバロキシギリいるので今の段階まあこの動画がね出てる頃にはもう帰っちゃってるかもしれないけれども、まあゲットしてみてほしいなとは思いますね。近接武器使って近接リベンはね開けろと言ってるような感じがしますね。じゃあまあリベンサイファー使って開けますか。はい、今回持っていった構成なんですけれども、第3ステージ最後のねレベル100に持ってったのがこれです。クロッシングスネークでもいいし、このカービングマンティスでもいいと思うんですけれども、まあ芯を入れながらねコンディションオーバーロード付与されている状態以上の種類ごとの、近接ダメージプラス 80% ってことなので、まあいろんな属性、腐食と火炎が発生するようにしてます。まあこれは感染体にもかなり有効な構成だったりしますね。あとはブラッドラッシュ、オーガンシャッター、バーサーカーフューリー、プライムドリーチという感じです。まあ別にねプライムド系は必須じゃないですけれども、まあこんな感じで信用の良さ、そして攻撃速度も上げながら範囲というね、弱点も補填しながら、コンボ倍率をキープしながら戦うよみたいな感じです。オペレーター使える方は、オペレーターのナラモンとかやるといいかなと思いますね。でもしモッド構成でコンボ倍率キープしたい、コンボ持続時間が欲しいって方はね、まあこういった感じでこの辺を変えちゃうとか、まあそういうんでもいいかなと思いますね。はい、で第2ステージに持ってったのがこれカービングマンティスで、プライムドプレッシャーポイント普通のプレッシャーポイントでもいいと思います。通常的にね攻撃力を上げてくれるやつ、そう、まあちょっと値は違いますけれども、まあこいつを使いながら、あと感染ダメージ出してます。まあ、さっきも言ったように腐食でもいいですし、あとは範囲を上げて、でこちらもね増強モッドが入ってます。まああんまりこのプライムドプレッシャーポイントとこれを一緒に入れる人はいないのかもしれないけど、まあ一緒に入れてね今回は運用してます。でまあこれ近接ダメージが上がるんでね、かなり強いですよね、切断も強くなるので。であとはバーサーカーフューリーも入れつつ、でこっちはドリフティングコンタクト入れてますね。これはクリ率が大事なやつだったりするので切断どんどん入れたいんでね。でまあ、第1ステージ目、まあそんなにレア度高すぎないよっていうね、構成でやったのがまあこんな感じですね。まあグラディエーターマイトとかね、グラディエーターラッシュに関しては、コンボ倍率のねセットモッド、コンボ倍率ごとに 20% のクリ率が上がりますよっていうやつのために入れてるので、まあここをねドリフティングコンタクトに変えたりだとか、まあ逆にねこの、この感染体の対感染体ダメージとか、まあこういうの乗せてもいいんじゃないかなと思います。必ずしもねこの構成でやったからこうしないとこの火力が出ませんよみたいな、まあそんななんか旋回を踏んでいるようなものではないので、モッド構成っていうのはね遊びが広く人によっても異なってくる部分だったりするので、まあ一参考程度で見ていただければなと思います。んでまあレベナントはねおまけになりますけれども、今回持っていったね構成はこんな感じになってます。まあちょっと凝ったモッドが多いので、なんじゃこりゃっていう風にね見える方もいると思いますが、まあ本当にねあの惑星開拓とかエンドコンテンツ触れ始めると、まあこういった構成もできるようになるという感じですね。でまあエアバーストに関してはヘルミンス適用ですが、ゼファーのアビリティを組み込んでね、敵を収縮させて集まったところに攻撃してコンボ倍率一気に上げようみたいな、まあそんな感じで運用してました。それでは本日いただいた救出リベンモッドをサイファーで解放してみよう。いきます。なな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 何かな、マギスター。ああなるほど、マギスターですね。サンクチマギスターとか前回も紹介しましたね。内容見てなかった。追撃ダメージ、衝撃、微妙ですね。まあサイクルしてまあ使うんだったらどうこうしてやろうと思います。そんな感じでお送りしたのはハビネスサークのハビネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。
ご視聴ありがとうございます。こちらね、映像にもある通りまだまだ動画たくさんありますし、これからもガンガン増やしていきますので、ぜひチャンネル登録や、コメントで応援していただけると嬉しい限りです。またね、バイバイ。